はやっぱり自分でも分からない、うん、まあ、足首のさするマッサージとかはちょっとまだ続けやすいかなっていうのは続けれてると。他はちょっとまあどうしても面倒くさくなる。人間の違うことをしてるから、うんうん、ほんならちょっとほんならマッサージのちょっとレベルというか、うん、ちょっと質を上げるようなことを今日はほんなら1個ちょっと紹介させてもらおうと思っています。さする方向をちょっと今回は決めます、うん、はい、で足首でもらって、はいはい、で今多分こうなんとなくさせてもらってると思うんですが、うん、ここはい、これをふくらはぎだから、うん、こっちへ、こっちから下へ向かって、どういうふうにですか、こうさす、こうこうさす、で今内側触ってるけど内側は触らないで後ろ側を完全にこっちへさする。で内側は上に、あ、上に、上にさする。で、上側、この前側は、こっちも下へ、下へ、下へ、うん、で、内側を触らないようにして下へ、あ、内側を触らないようにして、そうそうそう、で、外側を下へ、下へ、うん、だから内側だけが上に、内側だけに上に、上にして、あとの方向はもう全部下へ、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 で、さすってもらう、うん、こうしたらこういう感じにして、そう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 、ここはこっち側へ、こちらへ、それも下、こっち側、こっち側、内側だけが、内側だけが上、あ、こう、え、こう内側、うん、足のこのくるぶしの内側のラインだけが上、上で、あと全部、あとは全部この外が下で、こうやね、うん、全部下、で、これも下も下やね、うん、全部下、全部下、で、ここだけが上、上、うん、ここだけが上、ここだけが上ね、うん、あとはもう全部下、全部下やね、はい、分かりました、うん、全部下、で、足首をかけましょうと、スーッとしていくの、両方比べてます。ああ、両方比べたら分かる、うん、今多分こっちは軽く軽くなった、動かしますと、こっち側は重たい、重たい、ほんとに右側いくかな、右側を上にさする、だからこれここだけはこう、こうやの内側は、あ、上か、上やごめん、そうそうそう、こっち側は下や、下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 、そう、で、そうそう、で、こっち側、ここそう、そこだけ上、下、で、ここは上、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 下、下、そう、こっちの外側、ここの外側、下、こうした方がいいの？どうした方がいいの？あの姿勢はやりやすい姿勢で、どんな姿勢でも OK なので、こうした方がいい、こうでもいい、こうでもいい、こうでもいい、で、こっち側だけが、こう、こうやったらいいの？そう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 、で、ここはこう、下、うん、で、やってて、足がなんとなくスーッとしてるけど、さっきはあの整体中みたいな感じでこうふわーって血流良くなってくるような感じとか、うん、あればいいけど、うん、まあ、そこまでいかなくても何となく足がスッと軽くなる感じがあれば OK、うん、で、これでもう一回バッて動かしてもらって、あ、同じぐらいなんだ、うん、同じぐらいなんだ、で、これを方向を間違えると重たくなります、うんうん、あ、1回だけ試しに、1回だけ試しに、1回だけ試しに、ほんなら試しにこれ間違ってこう下にやってみる、下にやってみる、うん、これでもいい、これで動かしてみる、え、これだけで、え、ちょっとなんかぎこちな、重たくなった、そう、なんで、戻して、戻して、戻して、こうやって戻して、そうそう、これだけね、これだけね、これだけね、戻して、そうそう、これでこう、こうして、うん、これでやって、ね、で、これで戻してもらうと、あ、軽くなった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 、いうふうに、方向間違えると、あ、間違った、かん、重たくなる、すげーそう、そうそう、だから何でわかんないマッサージ、わからないのはとりあえずさせてもらったりでもいいんだけども、ある程度できてきたらちゃんと方向を間違えずにやった方が効果はすごく高くなるので、足首やがますね、ここがもう軽くなった、だいぶ軽くなった、そうそう、軽くなった、はい、これを1ヶ月間、ここ、ね、はい、宿題でやってください、はい、ありがとうございます。